渡辺直義は、日本の政治家。岐阜県美濃加茂市長。美代さくら醸造5代目。父親は、美濃加茂市長や、衆議院議員を務めた、渡辺栄一。岐阜県美濃加茂市出身。1968年3月、慶應義塾大学経済学部卒業。美濃加茂商工会議所副会頭などを経て、愛知、岐阜、三重地区の商工会議所委員長、日本商工会議所、理事、1997年10月から2005年7月まで、岐阜県教育委員会委員を務め、この間2000年2月以降は、委員長を務めた。2005年8月、美濃加茂市長選挙に立候補し初当選。同年9月11日、市長に就任。2009年8月の市長選挙では、無投票で再選した。2013年4月19日、健康上の理由により、辞意を表明。同年5月9日、美濃加茂市長を辞職。同年7月23日、膀胱がんのため死去。姉妹都市の合田母より、死去前の6月に名誉市民の称号を贈られた。美濃加茂市を中心に、加茂郡の町村と連携する定住自立県構想を推進。2009年10月には、坂保議長との間で定住自立県形成協定を締結し、2011年には富加町、七草町などとの間でも協定を締結している。人に優しい町づくりを市政基本構想に掲げ、市民の声を市政に反映する仕組みづくりに、タウンミーティング等、直接に市民の意見を聞くことを推進した。市民へのユーザーエンパワーメントが、市政コスト削減、市民満足度の向上につながると、先進的に市政改革を進めた。我が意外見流し、剣豪、宮本武蔵の言葉とされている。日本の新しい形、松波秀俊、竹上亀吉、竹山博道、渡辺直義、篠田信之出版社、恵比寿工商出版 ISBN978 から4864,403,618。ありがとうございます。